ニコニコ AI スクール、本日は意識と汎用人工知能というタイトルで講義を進めていきたいと思っております。 PGV 株式会社の水谷と申します。よろしくお願いいたします。本日はついに意識ということでですね、心とか意識という部分に関して、将来的に本当に人工知能がそういうものを持つのかということにアプローチしていきたいと思っております。大変高度でかつエキサイティングな内容かと思いますので、皆さん楽しんでいけて、楽しんでいただいたらと思っております。本日はですね、この分野に関しまして2名の講師の先生を呼びさせていただきました。まず1人目は株式会社アラヤの金井亮太先生になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。株式会社アラヤの金井亮太と申します。株式会社アラヤというのは人工知能のスタートアップでして、ゆくゆくはその人工知能に意識を持たせるとか、そういったところも目指しているんですが、実際にはビジネスで、人工知能をどういうふうに応用できるかとか、そういったところをやっています。で、今日話す意識なんですが、僕はもともとは神経科学で、脳からどうやって意識が生まれるかという研究を、してきていまして、今日はその辺の、研究、神経科学の研究で、どういう意識 の, けんあのことが分かってきたかとか、今後人工知能とどういうふうにつながっていくのかとか、そういったことをお話ししたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、2人目は玉川大学の岡田博之先生になります。よろしくお願いいたします。玉川大学の岡田です。専門は認知科学といって、人間の知能とは何かっていうのを、主に考える学問なんですね。で、それ以外に最近ロボットを作ったり動かしたりしているので、その中でロボットに意識はあるのかとか、ロボットに知能を、入れるにはどうしたらいいかっていう、そういうことも考えているので、今日は、そういうことを一緒に考えていきたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、早速になりますけれども、この意識と人工知能ということに関しまして、まずは意識とは何なのかというところから講義を始めていきたいと思っています。それでは金井先生、まずは意識入門というところからお願いいたします。はい、わかりました。意識って研究のテーマとして結構変わっているというか、タブーみたいなところもありまして、そもそもこれ科学なのかとか、なんか心ってちょっと科学になりにくいイメージがあると思うの で, で、そういう意味でも、ちょっとなんかそのどういうふうに意識って研究するのかとか、そもそも何が問題なのかとか、ちょっとなんかその辺のなんか意識についてのなんか意識合わせみたいなのをしようと思って、ちょっとまず入門から入門っていうタイトルでいこうと思うんですが、ちょっとその前にちょっと続きの自己紹介みたいなところなんですが、もともと僕はそのイギリスのサセックス大学っていうところで脳の MRI を使った画像解析ですとか、そういったやり方で脳からどうやって意識が生まれるのかってことに関心があって研究してたんですが、それが大体4年前ぐらいにですね、日本で今のアラヤっていう会社を立ち上げまして、でそれで一回もうアカデミアを出てるんですね。で、でもなんでわざわざ、もともと研究者ですよみたいなことを言うかというと、結構その意識っていうトピック怪しいと思う人も多いと思うので、いや実は全然怪しいものではありませんっていうことを言うためになんですが、でなんか目指していることを、結構これ個人的に目指していることではあるんですが、意識っていうものもやっぱり自然現象だと思ってるんですね。その自然現象っていうのは物理学がその世界を記述するように、人の心っていうのも何らかの法則にのっとって脳から生まれてくると思っていて、なんかその根本は情報だろうと。だからその意識がどういう情報原理から生まれてくるのかっていうことを明らかにするっていうことを考えてます。で、あとその今その人工知能、研究でも応用でもいろいろすごい活発に研究されてると思うんですけど、その観点から
意識ってものがだんだん溶けてくるんじゃないかなと、もともとその脳のことを調べていけば意識が分かるんじゃないかと思ってたんですが、その情報っていう観点とか、あと脳って結構その調べるの難しいので、一方でその人工的に作った人工知能であれば、その中身が完全に分かっているので、そこから意識について分かることがあるんじゃないかってことを考えて活動しています。で、意識のことでですね、今日ちょっと、これを聞いて見ている人にも伝わるといいなと思うのは、意識には問題は実は3つのステージがあると思ってまして、1つ目がクオリアに気づくこと。でクオリアって何かっていうと、よく言われるのは赤を見た時に、それは赤っていう情報だけではなくて、なんか赤を感じると、その主観的になんか物を感じるっていうのが、なんかどうもこれ特殊な現象じゃないかと。なんか例えば、後でもうちょっと詳しく話しますけど、なんか自分の見ている赤と他人の見ている赤同じに見えているのかとか、その主観的感覚っていうものがどうも一般的な物理法則で説明できていないっていうことにまず気づく。これ結構科学にとって本質的に難しい問題でして、それに気づくっていうのが第一ステージです。意外とその意識って問題ないんじゃないかと思っている人も多いので、なんかそこにまず気づいてほしいです。でそれからですね、それがなんかハードプロブレムって哲学者が呼んでるんですけど、なんで脳とか、特殊な状況において意識が生まれるのかっていうのが、実は科学において最大の難問なんじゃないかっていうぐらい解くことができないって考えている人がいるんですね。でもだから、そのもしかしたらこの意識、やっぱ科学にとって絶望的に難しいんじゃないかっていう、その難しさに気づくっていうのは次のステージ で結構ここで終わってしまう人が多いんですけど、実はなんかこれ絶対に解けない問題ではないんじゃないか、なんか意外とその具体的にもっと我々意識について研究することもできるし、そもそも科学ってどういうものだったっけっていうことにもいろいろ気づかされるところがあります。なんかこの3大会のステージを得て、なんか意識に興味を持っていくと、こういうふうに進んでいくんじゃないかと。でこれをちょっと実感として感じることが重要だと思うので、それをちょっとこの入門編でいろんな人に気づいてもらいたいなと思います。でそもそも意識の問題とは何かってことなんですが、ここにあるように、我々なんかその目の前にあるリンゴを見た時って、まずそのリンゴに反射された光が目の裏の網膜に移って、それが電気信号に変えられて脳にたどり着くと。でそこで何かいろいろ複雑な計算みたいなことが行われて、それで心の中の表象として、主観的には見えたっていう、この上にあるようなこのなんか心の中のリンゴができるわけですね。だけど我々の知ってる物理現象っていうものは、この下の段にあるこの実際のものとしてのリンゴがあって、それで電気信号っていうものも結局その細胞の中と外との間でなんかイオンのやり取りがあったりとか、そういったその全部その化学反応とか、物理的な現象として脳で起きていることは記述できると。でそれだけで閉じている、我々の知ってる世界っていうのはそれ閉じてるはずなんだけど、なんでここに主観的な見えたっていう感覚があるのかっていうのが不思議だなと。でこれはなんか脳のこと分かったらその仕組みが分かるんじゃないかっていうのが一つの期待なんですが、ここは結構絶対的に難しいだろうと。でなんか哲学者の思考実験で、その逆転クオリアっていう概念がありまして、クオリアっていうのはさっき言ったように、なんか物を見た時とか聞いた時に主観的に感じてるその感覚の方なんですが、例えばこう自分の見てる赤が他の人に緑に見えていたと、自分にとってのだけど、その人はその緑に見え、自分にとっての緑に見えているものをずっと赤と呼んでいて、自分は赤に見えているものを赤と呼んでいると。そうすると全然そのコミュニケーションしても同じものに対して赤って言ってるだけだから、違いには気づかないんだけど、だけど裏では全然違う感覚を持っているかもしれない。でそういうことを想定してもなんか全然矛盾が生じないんじゃないかと。でもっと極端な例で言うと、哲学的ゾンビって考えがあるんですが、その行動の上では赤は見えてるよとか口では言うと、だけどその人の中では全く何も感じていない。だけどその実際外から見た振る舞いとかが全く同じであれば、その人に心あるのかないのかって分からないわけですよね。でこういうものを想定しても、なんか一見矛盾がないように見えると、ある意味想像可能であると。でこれはこういうなんか哲学的ゾンビが想像可能なのは何でか。でそれは
まあ、今ある我々が知ってる物理現象と意識の内容の関係ってものが必然性みたいなものがないために、だからこういうなんか例えば自分の脳を丸々原子レベルでコピーしたとしても、なんか そこにきっと意識あるだろうと思うんだけど、でもなんか何であるのかっていうのがわからないと。でだからまあこの哲学的ゾンビっていうのはその、さっき言ったそのハードプロブレム、なんでその脳とか、まあ、ある種の人工知能に意識が宿るのかって、そのメカニズム的な説明ができないっていうか、その関係を解くっていうのがハードプロブレムを解くってことなんですけど、それをすごく如実に表している、思考実験だと思います。こういうふうに、ある意味その人間にとっても他の人に意識があるかどうかっていうのは確かめようがない難しさがあると。で、それから実は同じ問題が、もっと例えば動物に意識があるのかって、我々はあると思ってますけど、だけど例えば猫に意識があることを証明しろっていうと、それすごく難しいわけですよね。だからそこはやっぱりそのハードプロブレムっていうものが横たわっています。で最近だと例えばニューラルネットにリンゴの画像を見せたら、リンゴが画面の中にあったらリンゴっていうラベルをつけることはすごい簡単なので、ある意味こう人間の視覚処理と同じような機能をもう実現できているわけです。だけどその時にその機械の方にこのなんかリンゴが見えたっていう感じがあるのかっていうのが、いろんな人が不思議に気になってきている問題なのかなと思うんですけども、ただこれもハードプロブレムの延長で、今のところ我々分かる方法がないと。で、こういう意味で意識の研究で非常に難しいんじゃないかなっていうふうに思われていたりですね、あともう一つその意識の問題の重要さを示すために対比すると、人間にとって存在に関わる重要な科学の問題ってここに書いてある3つなんですけど、誰もがその宇宙ってどうやって始まったんだろうっていう、そのなんでそもそもこの世界存在するのかっていうのはすごい大問題だったのすごく分かると思います。で、それは第一問題 で第二問題っていうのは生命の起源、なんでこの地球上、地球に限らないかもしれないんですけど、この宇宙のどこかに生き物が生まれてきたのかって、これも非常に不思議なことですよね。で、今我々こう生物学の知識とか、進化の知識とかあるので、なんとなくその原始の地球でこう RNA とか DNA ができてきて、すごく単純な生物から、今我々みたいなもっと複雑な多細胞の生物が生まれてきたっていう、ストーリーはある程度信じていると思うんですけど、そういう意味では、かなり分かってきてはいると思うんですが、でも子どもの時とかやっぱ生き物って何でいるんだろうってすごい不思議だったと思うんですよね。でこういうことがだんだん科学で分かってきています。でこの次に来る問題っていうのが意識の起源で、なんでこの宇宙に、我々のように意識を持った生き物が存在するのか、でなんでこう脳から意識が生まれてくるのかっていうのが人間にとっての三大起源の問題なんですけど、これはまだまだこの学問分野としてできてきてないなっていうところで、こういうものを今後我々は作っていかないといけないと考えてます。で意識研究ってもちろんその昔の哲学者からずっとその心の本質は何かってことはいろいろ議論されてきたんですが、科学で意識をやろうとすると結構その意識研究できないっていう堅くなな人たちがいるんですね。でいろんな態度があるんですが、まず意識って定義できてないですね。で定義できないものをどうやって研究するのかっていうのは結構いろんな人が言います。あと2つ目のところ結構重要なんですが、意識は客観的でないから科学にならないっていうところなんですね。それどういうことかというと、結局その自分の見てる赤っていうのは他の人に伝える術がないわけですね。で一方で科学ってこういろんな人と共有できるデータとか、誰が測っても同じ結果になるとか、そういうところが重要なんですけど、意識に関してはその対象が主観なので、客観を対象する科学にはでは扱えないんじゃないかと。あと3つ目はその還元論的アプローチっていう、大体いろんな科学の現象ってより詳細に分解していくことで、その部分の集合としての振る舞いを
理解すればその全体が分かるんじゃないかと、そういう説明ってあると思うんですけど。